どうも、矢野です。今回もですね、将棋ボード実況やっていきたいと思います。さあ、お相手、どんな方でしょうか。初段の方ですね、三間飛車が得意の方ということで、やっていきたいと思います。さあ、今日も、京都で楽しく将棋ボード実況やっていこうと思っておりますので、よろしければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。さあ、お相手が、ですね、四間飛車ということでですね、さあ、四間飛車で、お相手の戦型は、四間飛車であり、まあ普通に美濃囲い、がっつり美濃囲いですね。がっつり美濃囲いをなかなか崩せないので、いつも、ちょっと頑張っていかないといけないなと思うんですけれども、さあ一応ですね、ここにね、割り打ちの銀が見えてるんで、なんとなく、銀交換だけ狙っていきたいなっていう気持ちはあるんですが、銀交換だけ狙わせてもらえませんかっていう感じですね、ここでね。ここで一発銀交換いかがでしょうかっていう。さあ、銀交換させてくれないかな。とりあえず、この銀浮いてるんすよね。浮いてるんで、で、ここで、歩ついていきまして、歩ついていって、で、一回戻るか、これで。一回戻っておいて、そうですね。2分30秒。これ難しい。これ難しいですね。非常に難しい。さあ、ここで、2四歩。一応これ2筋が実はガラ空きになってるっていう罠なんですけど、これは実は罠なんですけど、この歩取ってきたら、一応、ここの成と角取りの両取りがかかってるっていう状況ですね。これは一応罠に相手がかかってくれた形ではあります。さあ、これで、若干良くなってはいるんですけど、まだまだ全然わかんない。なぜなら相手は美濃囲いだからっていうことなんだよね。美濃囲いがね、きつすぎるんよ。美濃囲いがきつすぎる。で、これで飛車戻っていかれて、そうだよね、戻っていかれて、で、ここに一回、歩打っておいて、あ、銀交換させてくれるんだ。銀交換させてくれるのね。なるほどね。なるほど、そうなんだ。なるほど。2分。どうしよう。とりあえず、一回、と金作りますか。と金作って、香車あげると。で、これ寄っていくと。飛車に当てると。飛車に当てたときに、ここに割り打ちの銀ありますと。割り打ちの銀までやらせてくれ。で、金取らせてくれ。で、相手の陣形崩した上で桂馬を取らせてくれ。で、こっからここに銀打ちとかがあるから、まあ、それはそれで厳しいんだけど、相手は相手で結構厳しいんじゃないのっていうのが、まあ、こっちの全力の主張ですね。はい。で、角、馬がそこに来て、ちょっとこれ香車取っておいて、そこの香車は、一回無視で大丈夫。これ。ん?これは?あー、なるほどー、賢い。1分30秒。賢い。賢い、賢すぎるでしょう。なるほど。なるほどですね。これはなるほどのほどですね。ギリギリ耐えてる。これギリギリ耐えてるでしょう。ギリギリ耐えてる。さあ、あとは時間でどうにかなるかどうか。まあでもこれ基本的に時間ではどうにもなんないね。ここに桂馬打っておきましょうか。桂馬打っておいて、馬筋。うわ、これきつい。うわ、これはきつい。これはきついが、ここに金打ちたい、とりあえず。桂馬か。ここに歩打つか。一回。歩打って、飛車逃げてもらって、で、1分。まあ、ここに角出ていって、
ですね。これでここに金打っとけば、まあ、とりあえずなんとかはなってるんじゃないかっていう噂ではあるよね。これがね、噂で言うとなんとかなってるんじゃないみたいな噂はあるんで、ここで馬作っていって、さあ残り時間があんまりないと、残り時間あんまりないんで追いかけ回していって、で一回守りに、振っておいて、これきついね、これきつ、めちゃくちゃきついじゃんこれ。いやーこれきつい。30秒。これでギリ死んでない？これギリ死んでない。これギリ死んでないでしょ。ギリギリね。ギリギリ死んでないと信じてます。さあこれで一個引いておいて、金出ておいて、さあこれは馬で取るか、馬で取っておいて、さあこれで桂馬でも打っておいて、さあ銀で取って、さあ、ここ香車ですね。これさすがに、さすがに香車、さすがに香車で、でここ桂馬打って、で金上がって、で王様逃げて、王様逃げて、はい、ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。いやちょっとこれは何とも言えない時間切らし時間切らし、ギリギリでできたみたいな感じでしたね。ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。お疲れ様でした。どうも、ヤドです。今回もですね、将棋盤実況やっていきたいと思います。お相手一級の方ですね。学校から振り飛車の得意の方ということでやっていきたいと思うんですが、お相手のお相手の、勝率が、2割9分4厘とかだったんで、異様に低いんですよね。異様に低いからって、多分弱いわけじゃなくって、得意戦法は初段だったんで、まあ基本的に初段、以上の実力を持っている方だと思うんですけれども、1級なのは、まあ3級で1級なだけで、多分10分将棋とか10秒将棋では、初段以上ということだと思うんですよね。だから、対戦相手設定をすごく強いとか、とても強いでしたっけ？まあなんかそういうのになんかできるらしいんで、まあそういうことに、まあしているのか、何なのかっていう感じ、が、しておりますが、まあとりあえず、ここに、歩打って飛車どこまで、あ、そこか、まあそこから、そこが一番なんか嫌なとこですね、引き場所としては。ただここで一回王手ができるのが嬉しい。大手が一回できます。大手が一回できるのが嬉しいのにつき、一回ここに歩打ちをさせていただきまして、で、あ、なるほど。それで一回、なるほどね。30秒。まあでもこれで一回ちょっと引いていってもらいましょうか。引いていってもらって。さあ、これで、下手するとこの飛車死ぬぞみたいな話があったりするんですけど、まあどうやら死なないらしいので、死なないらしいので、まあこれはしょうがないですね。一回ここの歩ついておいて、さあこれでこの飛車走ると金が上がってきて両取りかかっちゃうっていうことか。なので一回角ここに引いておきましょう。さあここでですね。ここで、なんか銀上がるみたいな。銀を自ら捨てに行くみたいな。でもこれで飛車取れますよ、みたいな。一応そういう手を狙ってみたんですけど、どうですかね、これ。ダメ？成立してない？攻められちゃう？2分。でも角も取れるし、駒得は広がっていきます。ただ、と金が作られるのがちょっと気になるっていう感じか。だけど、さすがにだよね。これさすがに、こっちがいいでしょう。ですね、ここに角打って、王様が、だからこの金が浮くんだよね。この金浮きが結構きついと思いますが、ここに竜入っておいて、
入っておいてですね、どうしよう。この金打ちも結構厳しいんじゃないかな、ここの金打ち。さあ、ここの金打ち厳しくないですかって言っといて、ここで銀取っといて、はい。で、ここに銀打って、で、これで竜入って、これで詰みですね。はい。これは綺麗だったんじゃないでしょうか。はい。ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。お疲れ様でした。音楽室の古いピアノに持たれて歌ったね。知ってる。まだ君のこと。まだ知らないのに、なぜか懐かしくて。